週刊少年チャンピオンで好評連載中の人気作品がついにアニメ化。それが侵略イカ娘。ではその気になるストーリーをご紹介しましょう。人類よ、よく聞け。今からこの家を人類侵略の拠点にさせていただくでげそ。はいはい、そこまで。突如海の家に現れた奇想天外な女の子。そう、この子こそが、私は海からの使者、イカ娘でゲソ。ここを拠点に人類侵略を進めるでゲソ。海洋汚染を続けてきた人類を征服するためにわざわざ深海からやってきたというイカ娘。私が人類を懲らしめる、海を守るために。しかし、あれ、子供の冗談だと思われ全く相手にされないイカ娘。さらに、一匹も始末できないやつが人類死んで。ならば私の本気を見せてやるでゲソ。そこでゲソ。うちの店の壁ぶち壊してくれたな。海の家レモンをド派手にぶっ壊してしまい、その修理代を稼ぐために強制的に働かされる羽目に。修理代、職種で払ってもらうからな。あらあら、新しいバイトさんね。ゲソーゲソー。そんなイカ娘を演じるのは、空の音のカラタ以来の主人公となる金本久子さん。侵略イカ娘は10月4日月曜日深夜2時スタートです。